さあ一方こちらもいわば戦いが迫っているわけなんですね。7月に福岡市で行われる世界水泳に向けアーティスティックスイミングの強化合宿が行われています。世界水泳で金メダルが期待されるマーメイドジャパン、チームフリーのテーマはチェス。駒が盤面を動くように水面を縦横無尽に舞います。佐賀市の佐賀アクアで行われている強化合宿には13名の選手が参加しています。中でも堂々とした演技を見せたのは史上最年少で日本代表に選ばれた中学3年生の比嘉もえ選手です。デュエット競技の細かな動きを確認します。黒ひょうというテーマでやっていて、襲いかかるような手とか足を表現しています。チームの中で一番身長が大きいので高さを出せるようにもっと頑張っていきたいと思います。皆さんに感動していただけるような演技を目指して、その中でもしっかり結果を取っていきたいと思います。世界水泳選手権2023福岡大会は7月14日から30日まで開催されます。